市民の皆様、白岡市長の藤井英一郎でございます。現在白岡市では新型コロナウイルスワクチン対策室を設置し、皆様が安心して接種を受けられるようコールセンターの準備、市内医療機関との調整、接種券や予診票の準備などを進めております。接種の時期や対象者が確定いたしましたら、広報白岡やホームページでお知らせいたしますとともに、個別に接種券や案内通知をお送りいたします。さて、最近はすっかり春めいてお出かけ日和も多くなりましたね。春は出会いと別れが多いことから、会食の機会も増えることと存じます。しかし、まだまだ新型コロナウイルス感染症への対策が必要です。市民の皆様、引き続きこまめに手洗い、うがい、マスクの着用、密集、密接、密閉の回避をお願いいたします。また栄養のあるものを食べ、よく休んでおうち時間を楽しんでください。自分のために、みんなのために、ご協力をお願いいたします。